アイレムのスパルタン X を作られたから西山さんが作りたかったストリートファイター作れますと思ったんですよ。西山さん作らない方は僕が作りますよ。結局作ることになったので、そう結果、うん、どういうことをするのがある種のエポックメイキングになるのかっていうところですよね。はい、あ、谷さんなんか作らないの？いや、聞きます、それ作ります。どうです、皆さんこんにちは。日本元気にする YouTuber 小本敏樹です。今日はですね、ディンプスの西山隆社長をゲストに呼んでですね、対談させていただきます。カプコン時代、僕がカプコンで働いた時代、まあ、あの先輩としてですね、僕にいろいろ教えてくれた一人だと思ってます。なかなかね、おもろいおっちゃんなんで、皆さんが期待する以上のおもろい話が聞けるんじゃないかなと思ってますんで、今後期待。こんにちは。こんにちは。もうね、先輩ならなかなか久しぶりで。お騒がせします。あれ、ちょっと待ってくださいよ。そんなキャラでしたっけ？そんなキャラよ。そうでしたっけ？いやー、これね、まあ、あの皆さんにそのディンプスの西山さ社長ですって言って、なかなか、イメージが伝わらないと思うんですけど、スパルタン X、アイレムのスパルタン X を作られた。あ、そうですね。ね、はい、で、スパルタン X でちょうど2日くらい前かなに、あの GTO って漫画の、はいはいはい、藤沢徹先生と対談してる時に、はい、チャンス好きなゲームはスパルタン X って言ってたんですよ。ああ、出来ないでですよ。へえ、めっちゃ嬉しかったです。自分のより嬉しかったですね、やっぱり。まあでもあれ、格闘ゲームというよりも、うん、その作った本人からしたら、はい、あのどっちかといえば音ゲーとかシューティングゲームのイメージですね。リズム感とか、まあ、一応その格闘ゲームの形はしてるけれども、あの感覚的にはまあ音ゲーとかシューティング。その西山さんが、まあ、さっきもちょっと触れましたけど、アイレムっていう会社におられて、その時に僕らは元アイレムのオーナー社長だった方が辞められて作った会社、 そうだね、それがカプコンっていう会社で、そこのとこに辻本会長、今会長ですけど、辻本さんが社長やられてるところに僕らはコナミから移籍したんですよね。で、僕らはってのは藤原拓郎とかと一緒で、その時にまあカプコンっていうのができて、で西山さん当時から誘われてたんですよね。そうそうそう、その創業の時から、あの辻本さん僕の仲人でもあるし、はい、はい、だからまあそういうこともあって、はい、当然僕は来るもんだというふうに辻本さんは思ってた、うん、でずっと誘われてたらしくて、で実際入ってた時っていうのはタイミングはちょっと遅れたんですよね。1年か2年ぐらい遅れたかな。 1年ぐらいかな、うん、はい、その間に何が、なんで遅れて、なんでそのタイミングだったんですかっていうの聞いていいですか？ね、あのやっぱりアイレムがね、結局その、はい、もちろんそのゲーム業界ってもともとインベーダーゲームですね、うん、はい、が一つのこう起爆剤になって、起爆剤どころの差じゃないですもんね、うん、あのいろんなそのディストリビューターオペレーターが出来上がっていって、はいはい、市場はすごく拡大したんやけども、はい、そのインベーダーゲームの終焉によってそのゲーム業界が終わってしまうっていうある種のきっかけがあって、うん、ありました。その中でこうセガであったりとか、ナムコであったりとか、はい、もちろん任天堂もそうですけども、あのインベーダーゲームの延長線上でいろんなゲームオペレーションやってたけども、はい、やっぱり自社でこう開発しないといけない、はい、はい、で商品開発に力入れ出した時代でしょ、はい、そうです。その時にあのアイレムっていう会社で、もともとオペレーターの会社、辻本さん、はい、やってたんですけども、そこにこう商品開発部を作って自分らでもものづくりしようと、ポストインベーダーを作ろうっていう時代にちょうど僕らがこう新卒としてこう入るようなタイミングだったんで、はい、業界としては黎明期、多分岡本ちゃんも黎明期、時間的な誤差はあるにしても多少多少、うん、はい、だからその時代に入った人間が今のそのゲーム業界のね、あのベースを作ってるのに違うかなっていうふうには今から考えたら思いますけどね。うん、でその時に、はい、あのやっぱりその開発の中で、あのこうやっぱり優秀な人間とね、そうでもない人間がいるじゃないですか。まあ、それはいますね、うん、その中で、あのちょうどこうスパルタン X の開発をやってた時期だったんで、それを僕が途中で投げ出してね。ああ、そういうことか。それが一番の、まあ、まあ作ってる最中だったんですね。最中、それもあったし、その辞めるきっかけがいるなと思ってたんです。多分あのじゃ あの西山さんはその当時から、いや相撲さんとかに行くよとは思ってた。ああ、辞めないといけないなとは思ってました。あ、相撲さんに誘われたんだから、うん、ダコードでもあるし、うん、
俺はもうやめるしかないんだ、そうそうそう、行くしかないんだと思って、それとやっぱりそうなんです、ね、うん、ゲームデザイナーとしてね、自分のやりたいことと もう一個違う環境が変わった中で自分がどんだけ活躍できるのかなっていう、うん、そういう、まあ、まだ20代やったし、20代の後半ぐらいかな、28か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 、あの当時すげえお兄さんやなと勝手に思ったけど、うん、今考えたらあんま変わらない、クソ若そうですよねそれ見たら年のことになってまいや、そんなことすいません、まあ、でも、まあ、めっちゃ若そうだけどあ、そうやったから、まあ、でも2人とも若そうだったんですよね、若子ちゃんも後輩としたし、うん、結局すげえ若かったのに、あの当時こう結構部下もいてて、そう、そうですね、今の子らに任せられます、うん、28の子に、うん、じゃあ、まあ、40ぐらいするときやみたいな、ゲームの作り方が違うんで、うん、当時は、まあ、ある種のこう牽引役がいてね、うん、あの、まあ、天才とは言わないまでも、まあ、能力の高い人間の一つの能力によって一つのプロジェクトを完結できるような環境だったけど、うん、今はやっぱり最低でもね20人とか、うん、50人とか場合によっては100人を超えるようなプロジェクトあるんで、やっぱチームワークじゃないですか、そうですね、僕らの感の時と違うので、お互いにもう経営者だったから、今は、はい、うん、ただちょっと作り方が違いますよ。日本パトロールは、スパルタン X3 前、前ですね、うん。あれも僕の中では結構びっくりしたんですよね。あれはね、やっぱり一番、まあ、今から考えてね、うん、新しいことやったなと思うのは3画面スクロール。そうだな、うん、まあ、景色のゲームが。景色がね、ハイサムでスピード感。そうです、そうです、立体感ですよね。立体感が出てて。あれ多分僕が最初にやったと思う。そうだと思うんです。僕もそれより前に見たことがなくて、うん、で色の付け方もあの遠くに行くとほら白っぽくなるじゃないですか。あの、まあ、リアルな背景が、あれによく出てできてたなとあの思ってて、あの当時は4色って言うけど3色ですかね。そうです。3色で描かれた中で、うん、あれは良かったなと思って、まあ、びっくりしましたもんね。ガタンガタンする感じが、タイヤのバラバラに動く感じが良かったし、ね。多分 YouTube で検索者出てくると思う。出てきますね、出てきますね。多分出てくると思う。まあ、こんな話してますけど、西山さんが、その、カプコンに来られて、で、まあ、いろいろ変わったんですよ、実は。で、僕、それまでは手探りだったんですよね。僕と、藤原徳郎、まあ、僕、徳ちゃんって言ったんですけど、徳ちゃんと、僕とで、なんか、なんとなくゲーム作ってたから、仕様書とか企画書ってなかったんですよ。ああ、はい。だから走り書きみたいなのが口頭でみたいな、うん、西山さんが企画書、仕様書っていう言葉を持ち込んだんです、まずあれね、はい、あれはあの多分他のゲーム会社もあんまりその仕様書という形で明確にしてなくって、あ、知りませんよ、はい、例えばナムコとかセガとか、はい、ね、あの任天堂がどういうゲームの作り方か僕は当時は知らなかったけど、はい、当時アイレムは本社は大阪で、で、あの、あ、そうか、ソフトは七尾電機で作ってたんで、あの金沢だったんです、はい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 、でプログラマーがあの金沢で、我々こうプランニングとかデザインしてる人が大阪にいたんで、仕様書を作らないと金沢まで持っていくこと毎回できないんでしょ、うん、だから仕様書に、うん、ちゃんとした仕様書に書いてないと書いてない、うんうん、金沢に送って、で、まあ、月に1回ぐらい出張して、うん、そこでだから仕様書の必要性っていうのが出てきて、そうなんです。でもあれ、あの文化はその西山さんがアイレムから持ってこられた文化でも、はい、あれは目から鱗だったんですよ。確かに言った言わないとか、そう、もちろん話もろもろこれだけで改善されるやないかみたいなのがあって、ちょっと感動したですね、あの時は。こんなことになるのかと思って、あれは、まあ、逆に使用書があれば数値調整もそんなのできちゃうんですよ。まあそうですね、それとあの一応ノウハウとして残るっていう形として残るから、そうそうそう、どう考えて途中から変更かけていったらかもと思うんですよ、うん、だからこの時何考えてたか全部残るんで、歴史になるんですよね、あれね。あれはすごかったな、まあ、あのその当時からもちろん尊敬してましたよ、尊敬したんですけど、その特にすげえなと思ったのは経営会議っていうのを僕ら参加したんですよね、うん、なんかタバコ座りながらね、うん、後ろの方の席に3人座って、まあ、3人って西山さんと僕と見たところの3人ですけど、座ってやってる時に急に西山さんがね、会議に全然関係ないこと言ったんですね。それはストリートファイター1。そうそう。それ覚えてる？覚えてます。だから一番最初にストリートファイターのアイデアが出たときに見せたのはあなたなんです。そうですね。
横にそのこれどない思う？これすげえ。これ西山さん面白いですよって。西山さん作らへんかったら僕が作りますよって。結局作ることになったので。そう、結果。うん、だから、これも一つの運命かなと思って、あの時は。あの数値の話をしてて、うん、期限の話とかされてる時に、あなたは、全然関係ない次のゲームの間考えてた。そうそうそう。つまらん会議したなと思って思ってました、うん、僕も思ってました、はい、あそうそう、だからすごくその時のことは今でも僕も印象的に残ってる。すごいです、うん、横でストリートファイター1のアイデアが固まっていく様を僕見てるんです。こうやって落書きなんですよ、ノートにね、手書きの落書きして、こんなんと頼む、いやこれええですよ、これええわ言って言うのを、西山さん作れへんかったら僕作りますよって言ったぐらい、だからそういうところの感覚があったよね。いやでもね、まあこれもまあ今やから多分言っていいと思うんだけども、まあいろいろあって僕はね SNK に行くじゃないですか、うん、で転職してね、でスト2はね、あなたを中心に、はい、他のメンバーとこう作っていって、で最初、どこやったかな、百股ビルやったかな、梅田の そこでロケーションテストやって、ね、スト2の、はい、でそこに僕らね SNK の連中が見に行った時には、まあ、ものすごい人だかり でこれがスト2やってみたときにはちょっと感動したね。あ、本当ですか、うん、あまりにもよくできてて、あで多分僕がカプコンに残って作ってもこのスト2作れてないなと思いました。あ、嬉しい、ありがとうございます。多分ね、あなたにもその時言ったと思うんだけど、あった時に要するにあのゲームがスト1がいいところ、それと悪いところがあって、ちゃんと悪いところを排除していいところが増幅されてるんで、ありがとうございます、こういう風になるんだと思って。いや僕逆でしたね、ストワンを作ってやっぱりこう、まあ、当時のね、うん、プログラマーとかの実力とかキャラクターデザイナー実力とかっていうのをこう加味していって着地点がストワンなんだなと思って、なるほど、だから西山さんがイメージしてる映画の中でちょっと SF チックなストリートファイターたちがぶつかり合ってる映像からはまだ程遠いなと思ったね、僕らは、うん、で西山さんが作りたかったストリートファイター作れますと思ったんですよ。だって作ろうと思ってる話から聞いてる、一番最初から聞いてて、こんなん作りたいでしょって思ってたのと、まあ、うちにいた若手の才能のある子たちと、あと、まあ、営業側が格闘技で作ってくれて、うん、ストリートファイターの作品作ってくれって言ったのと、こう混ぜこぜになってミックスしてうまく形になったのがストリートファイター2だと思います。でもね、本当にシンプルに感動したね、ようできてるな。その時ちょうど画廊伝説作ってたんで。ああなるほど、うん、だから多分カプコンに残って一つ作ってたら画廊伝説みたいなゲーム。なるほどなるほど、うん、だから その違いをね、ちょっとショックでしたね。あとから画廊伝説が出るんで、でも本当時間差ですよね、うん、まあ3ヶ月ぐらいかな、3ヶ月か4ヶ月本当にちょっとじゃないですか、うん、でもこれ負けたなとちょっと思いました、正直。先出し、先出てるかと思います。いやいや、でそんな中で、これみんな知ってるかなと思って、ストリートファイター1の主人公の竜、西山隆の隆ってやったんですね、本当に。そうそうそう、ね、うん、法隆寺の竜の字で隆で竜なんですよね。まあでもそんなんでストリートファイターは1、2、3、4、5とどこまで関わってたの？3までです。3までか。リシモさんですよ、だって4と5は。あ、5はね、半分以上カプコンなんですけども、4はほぼディンクス作りました。そうですよね、はい。あれも縁があってね。はい、だからあなたの部下の稲荷君の。はいはいはい。部下の、まあ、後輩の。元部下でしょ、元部下です。はい、で彼が当時はカプコンの開発のトップに。開発のトップにいて、で、僕の直属の部下やったんですよ。はい、そうですね。うん、で、ロックマンね。ロックマン。で、稲宗くんが、そう、まあ、ストリートファイターのそのタイトルがかなりこう、疲弊してきてたんで、続編が、ちょっとこの3以降こうね、こうダウンしてきたんで、はい、ちょっと間があったじゃないですか。で、彼があれを復活させようとしたんですよ、ストリートファイターのシリーズ。はい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 、で、ディンプスで作るっていう。そういう。先祖返り。まあまあ、もともと自分の上司だったということもあって、はいはい、それを多分強引に社内で決めたと思うんです。ああ、なるほど。多分ね、辻本さんは反対したと思う。そうですかね。いや、西山のがじゃあ、カプコン辞めて出てきた人間に。辻本さんと全然そこ気にしない人です。そうなんだな。逆に助けてあげたいと思ってるんですよ。まあ、でも、4は感動しましたよ。完全復活解けたのもすごかったんですけど、それぞれに
あのタッチで来るんやとか、もろもろこう今まで思ってた自分がやっぱりこれが溜まってたなと思ってたラインから圧倒的に違うところに持っていったんで、まあ、だからその対戦格闘ゲームの形っていうのがその1から2になってね、はい、でそれ以降どういうことをするのがある種のエポックメイキングになるのかっていうところですよね、はいはい、かといってその過去の対戦格闘ゲームのルールから大きく逸脱するっていうことはしにくいでしょ。しにくいですね、うん、特にそのストリートファイターの名前ついてるでしょ、うん、だからそこのなんか着地点を見出すっていうのが難しかったんで、多分そのもちろんディンプスだけじゃなくて各校の担当プロデューサーも優秀だと多分思うんやけども、はい、ちゃんとこうね着地点を見出してくれた。あれはでも素晴らしい出来だったですね。あの時代であのタイミングであのグラフィックは、いや俺ちょっと本当に震えましたね。まあうちの担当も多分頑張って頑張ってそれ頑張ってます。あれは頑張ってます。あれは多分苦しいでしょうね、うん、担当者は苦しかったと思う。期間とか、はいはい、まあ、もちろん当然ね、そうそう、予算もあるし納期もあるし、そういう中であれを表現するのは血入ってると思う、はい、まあ今ね、仕事時間の話とかいろいろとこううるさく難しい、ね、言われてる中で、うん、ああいうのは厳しいですよね。力押しですよね。だからねゴリゴリに押してますもんね。二度書きじゃないですか。そう、そうで、これはきつい。だから描写する方のプログラマーや、うん、それもプログラム組んでる人たちも全部本当に病害に組んでる人も当然苦しいし、これは本当に血吐いとるわと思って、あとカメラ、うん、見せるタイミングとかもこれは相当やったなと思って、そこからは一つのまたそれがベンチマークになって、まあそれが今度は当たり前になるんで。そうなんですね。あ、対戦格闘作らないの？いや聞きます、それ、うん、作りますね。え、これね、言っていいかどうか分かるんですけど、西谷文哲さん集まって、あ、なるほどね、彼と昔のメンバーに入って、ストリートファイター2のパロディを、あ、パロディちゃんと許諾取って、許諾取らずだから辻本さんにはもうコートで大きなもらって、あ、そう、はい、面白いからね、やっていいよ、まあ、僕らやるんで、面白おかしくやらせてください、うん、ちょっとやろうよって話して、ちょっと、まあ、僕らの中では盛り上がります。まあ、でも、あなたももうね、ゲームデザイナーとしては究極的にもう成功者なんで、でもうここからは、まあ、いろんな面白いことをやって、そうですね、まあ、でも面白いことやっていこうと思って、うん、だからお金儲けのためっていうところからもう外れてるんで、そうですね、うん、でも僕はまだそこまでは至ってない、いや、ちょっと、そこで分けるのやめてほしいな、いや、まだまだ途上なんでね、いや、会社としても、個人としても、だから、そこまでこう、なんていうか、余裕のあるものづくりっていうのはできないけれども。どんどんやって、おこむちゃんがやってくれたらいいと思うよ。僕らに刺激になると思うし、ね。本当ですか。うん、あれなんですよ。でも、リンプス立ち上げでさっき20年っていう話を、はい、実はちょっと聞いてて、20年って、これ、えぐかった時もあるんですよね。うん、だから、順風満帆じゃないですよ。もちろん、YouTube でね、はい、おこむちゃんから YouTube の自分のそういうチャンネルに顔出してくれへんかって話あった時に、あなたのこう過去のやつを見た中で、その苦労してね、前のゲームリパブリックの苦労の話の中で17億借金したっていう話見たんだけど、僕もね個人故障で17億借金したって言って、まるで17億だったんで、やっぱり17億嬉しい。その時はマジで正月、次の正月越して次の年、銀行との関係でその緊張状態があるじゃない。なりますね。もちろん当時抱えた大きな、急に怖いかもしれませんからね、うん、プロジェクトがうまくいかなくなって、はい、まあ、ディンプスのことを知ってる人は知ってると思うんだけども、ユニバーサルセンチュリーっていうガンダム、はい、MMORPG って初めて、はいはい、であんまり当時僕自身がそういう PC 系のね、そういうゲームの知識がなかったんで、本当に現場任せになってて、なるほど、でその開発費をずっと資産計上したんですよ。これちょっと難しい話なんだけど、うん、はいはい、で焼却しなかったわけ、だ資産で膨らんでるのが突然ね、これもあかんでっていう話になった時に、うん、全部焼却しないと、そうですね、積み上げたりですよね、はい、で多分ね、僕が止めなかったらあのままやっててリンクス倒産したと思うんですよ。
あ、なるほど、うん、でこれはもう絶対なんかもうやめようっていうふうに決めた時にそれも全部損切りに押さないみたいな。そうですね。その時にちょっと緊張状態なりますよね、うん、普通のやつだもんな。そうそう、これ資産として残ったのもこれ資産じゃなくて不良資産になるわけ。俺一気にこう反対側に行くって経営的に見たらね、もう地獄の状態になって、うん、でもそれはキャッシュの時も相当厳しかったですよね。だってこれがリリースされたからこれをじわじわ返していきますねっていう、そうそうそう、 MMORPG もちろんっていうルールじゃないですか。そうです。だからこう積み上がってるけど、まあ借りてるけどまあまあみたいな、そう、出たらなんとかなるからみたいな、まあそうです、ね、ガンダムっていう態度もですね、うん、あった。しかも合ってますしね MMORPG に。そうですね、まあそこが一番苦しい時、うん、まあでも3年で返しましたけど。あ、俺と一緒だ。うん、だからそれも3年で返しました。だから返したんで、まあ、そこからはもう全部まく僕のところはそこら西山さんと違ってて、その3年間で返すって言ったら、あのみんなの給料やらボーナスやらを多く出せなくなるじゃないですか。あ、はい、その期間にうちはね抜けちゃったんですよ、いいのは。まあまあそういうこともあるでしょうね。でだからオリジナルタイトルでやったでしょ。うちはね、結局あの受託開発中心にやってたんで、あの要するにこう景気が悪くなって仕事がなくなるってい こう東大阪の町工場みたいな感じじゃなかった。いや要するに東大阪の町工場の人、すいません申し訳ないです。あの日本の経済支えてくれてると分かってるんですけど、そういうなんか不況の波に表現として、はい、その表現としてちょっと語弊があったかもしれないから。だからそれ仕事はいっぱい来たんで、はい、あったの、うん、仕事はずっとあったんで、あの受託開発中心にやってたんで、例えばこれが10年かかっても20年かかっても金は返せるなという自信はあったんやけど、マクタル自信はあったんやけど、ドラゴンボールも当たってますもんね、御社。ああ、まあ、まあまあ、おかげさんで。いや、はい、もう売り上げのランキングでパッと一瞬で切れるか1位だと言ったりとかして、はい、これはいや、それ言ったらこれは来たなと。すごいことなんですよこれ。古いタイトルたちが年功序列みたいな顔して上埋め尽くしてるから、よくモンスト作ったやつみんなよく言ってるそれを。いつもいやらしいぐらい、いつも邪魔やーちょっと言って邪魔これ。だからまあまあ僕もね、この僕らの込み込みで、うん、なかなか新しいのがこう食っていけないというか、ランキング上になかなかいけない中で、うん、よう来たなぁ思って、すごいなと思って。モンストの凄さはモンストロスゴザイ、あとしつこいですよね、パズルとね、パズルとモンストしつこいです。運営するのはね、はい、これリモートワークとかでできるわけですよ、はい、新規の立ち上げが難しいですね。新規の立ち上げ、このゲーム業界には本当に向かい風で、うん、めっちゃしんどいですよ実は。このめっちゃこう3密4密5密ぐらいの感じでずっと詰めてやりたいってことじゃないですか。最初にこうある種のトルクがいるからね。そうなんです。一番そこが最初にガクンが一番、一歩目が一番難しいところから、そこから先はね、ある程度こういうふうにこう分業して、それこそリモートでもできるような仕事あるけども、今のこの運営者のところが運営とかでいうとこれだいぶ楽なんです、はい、気持ちが、はい、だけどこの立ち上げが、もう今結構立ち上げの音数持ってて、いや笑えないですよ、うん、このしっくりいかない感じ、チームビルディングがギクシャクする感じ、うん、久しぶりに始まってます、うん、ええ感じだろ、吐きそうな感じです。西山さん、あの、まあ、会社やられてて20年、でこの後のリンプスどうするのかと、うん、この後の西山隆史どうしたいのみたいなところをちょっとこれ真面目なところで教えていただきたいなと思って、はい、ね、実はね、はい、これもなかなか今これお願いします。これちょっと気にしてたんです、あの話するの難しいかもしれないけども、はい、あのリンプスは基本的には、まあ、経営 そのリスクヘッジっていう面もあって、はい、自宅開発を中心にやってるじゃないですか、はいはい、かといって我々があの自宅開発が得意っていうわけじゃないんで、そうすか、もともとは、うん、あのパブリッシャーで仕事をした人間が中心 そうですね、あのうちの会社も成り立ってるんで、やっぱりオリジナル IP を作りたいっていう思いはずっとみんなあって、はいはい、ただやっぱりあのお客さんでたくさん仕事いただいてるんで、はい、あのなかなかそのプロジェクトをね、あの一旦やめてで自社 IP 作るっていうのは難しいじゃないですか、うん、経営的には、うん、あの当然リスクもありますし、お金もかかるし、でやる限りはやっぱりエースチームもそこに投入してる。そうです、もちろんです。でそうなるとそのきっかけがなかなか難しいんで、まあ、それを探ってるっていうのと、あとはもう一つはね、これあの極めて政治的な話なんですけども、はい、今やっぱりあの IT インフラを握ってるガーファとか、それから中国でいうところのバットところとか、はい、
ものすごく力を持ってて、はい、いろんなそういうデジタルコンテンツ周りの会社を買収して回ってるんです、うん、それが世界的な潮流になって、はい、その中でゲームコンテンツっていうのは結構ね人間に対する浸透圧が高いっていうのを彼らは気づいてるんで、はい、あの例えば日本の開発会社ね、例えばディープスみたいな会社とか、はい、御社みたいなところもそうなんやけども、はい、あのおそらくいろんな話があると思うけど、はい、そういうところがね、はい、抱え込もうとするんですよ、はい、お前ら一体どこのチームなんや、うん、でね、そういうところを無視して我々仕事することがなかなか困難やなともちょっと思ってる。なるほど、うん、だからどっかの陣営にあるいはどっかの影響下に我々も入っていく流れになるのかなっていう、うん、完全独立は難しいかもしれない、うん、完全独立で圧倒的に力を持ってるんだよ。例えば、うん、アマゾンなんか、うん、リプスとシャレギそんな変わらない技術の会社で時価総額100兆円でしょ、うん、トヨタの5倍ぐらいの会社なんで、だからもう圧倒的力なんで、我々がそういうところから影響を受けないで仕事をやりきるっていうのは難しいかなとは思う。だから それとどういうふうに向き合わないといけないかっていうのが2つ目の課題。あと3つ目は、とはいえね、じゃあいきなり中国の会社になったりアメリカ欧米の会社になるっていうのは日本人として不本意じゃないですか。だからやっぱり同じこと言ってますねその日本 そのポップカルチャーね、それがアニメであったりゲームであったり、もともと日本のゲームの根幹にあるのはアニメ文化からの僕は継承だと思ってるんです、はい、欧米はやっぱりハリウッドからの継承だと思う。そうですね、どっちかというと映像美の方から入ってる、はいですね、で日本の アニメもね、まあ、ゲームもその延長線上で日本のゲーム文化っていうのが生まれてるんやけれども、僕はそこで対抗する方が欧米には対抗できるんちゃうなと思う。そうですね、うん、向こうの土俵に乗る必要はないんで。乗れないんですよ、もう。うん、乗れない。開発のシステム上、もう全く乗らないです。もう置いてかれすぎてます、うん。だから、そういう日本の文化ね、そのものづくりの文化を、まあ、欧米に取られない。それは、資本的に、うん。そういう、なんか、戦いをしないといけないんちゃうかなっていう。難しい話になってもらった。来年になっていきなりね、ジブリが中国の会社になったって嫌でしょ。嫌です。嫌ですよね。だからやっぱ守りたいっていう気持ちがあるんで、もちろんディンプスはそういう流れの中で、じゃあ何ができるのかっていうのは難しいと思うけれども、まあその経営の立場にいるんで、はい、僕とかあなたは、はいはい、だからそういうことをちょっと意識せなあかんのちゃうかなっていうふうには思ってますね。引退とか、はい、代を変わるというか、なんか社長を立てるとかみたいな意識とかはあるんですか？うん、ありますね。あるんですか？うん、それは なぜかというと、はい、その、代替わり、ね、で次に誰かにバトンをタッチするっていう、渡すっていう、そのタイミング必ず訪れるじゃないですか。そうですね。はい、で、あなたは子供いるけど、でも子供に渡すかどうかは分からないです。もう分からない。分からないかもしれないけど、僕はいないんだ。はい。だから後継者をやっぱりちゃんと作るっていうことが、うん、やっぱり、うん、自分子供いないんで、会社が自分の子供みたいなもんなんで、はい、できたらやっぱり100年続く会社にしたい。おで、まあ、それがまあ自分の母標みたいなもんですよね、会社自体が。ただそれをする作業がやっぱり残りの人生で必要になってくるな。自分も社内にいる人を育てあげて、いや、それは同じで、自分の子供に委ねるかどうかわからないと同じ論理で、うん、社内の人間に、プロパーの人間に任すかって言ったら、それはまだ決めた、まあ、こうなってほしいとは思うけども、うん、それに答えてくれるかどうかはわからない。あれでしょうね、その創業者が偉大であればあるほど次はしんどい。まあ、そう、当然そうだと思います。ですよね、うん、まあ、僕の中でこう何人かイメージした人はいますけど、うん、西山隆に追いついてますか、将来その考え方として継承できますかみたいなのはものすげえ難しいですもんね。うん、なんか近しい人がいないじゃないですか。それはね、多分ね、僕が社長だからだと思うんですよね。例えば、なるほど、違う会社にね、うちの例えば古くからいるメンバーがね入ってたら、この人には社長を任せられるかもしれんっていうふうに思ってもらうかもしれないけども、こうか不こうか、彼らにとって僕が社長なんで、僕が判断するじゃないですか。はい、でその基準っていうのは、僕がやっぱり、ね、
あのリトマス試験紙になるわけですよね、はい、それが彼らにとってひょっとしたら不幸なのかもしれない。いやでもね、本当にあの頃よくあなたは勉強したね。あの 仕事もものすごくしてたし、仕事はしてます。圧倒的に僕現業界長い、もう年数はちょっと言わないけど長いことが今まで知ってる人で、あの岡本ちゃんぐらい仕事してるのも見たことないわ。時間へばりついてる、あれ才能がないからですよ。いやそんなない、少しだけで勝負してます。いや本当すごい、あの一種のなんかちょっと怖いぐらいの執念感。そうですね、うん、そのでもそう思ってやらんと、目の前にいる僕よりも才能のある人たちについていくためには、いや本当に血が出るぐらい努力するしか方法がなかったですね。生き残るものがすごかった。でも結果生き残れました。俺おかげさまで。ねえ、はい。いや絶対俺が最初に消えるんや思ってました。みんなの中で。いやいやそれはない。いや本当思ってました。ずっと思ってた。だってゼロ一が皆さんにはあって、僕だけゼロ一がなかったんですよね。01年、1から足すとこしか得意じゃなくて、だからほとんどの人の01を利用させてもらってたんです。いやでもね、あのやっぱりこう例えばね、こう日常会話の中でね、はいはい、まあ、当時もそうですよ、はい、今からもうね何十年も前にこう話してる時に、あのふっと例えばゲームのアイディア的なこととかね、はい、こんな感じのことって話した時に、自分もこれなかなかいいなと思うこと必ずあなたはこう引っかかるもん。あ、他の人間は無視してでも、あ、やっぱこれこの人分かってるんじゃない、あそこのところが気に入ると思うんですよ。ありがとうございます。肝のところが分かるっていう感覚は、それはもうセンスなんで、で要するにこう医者のさんにそんな言われてめっちゃ嬉しい。でここが大事っていうポイントと、まあ、これは別に後回ししてもええっていうのとかあるじゃないですか。ありますね。うん、その時にちゃんとあの選択しないといけない方を選択してるっていう感覚はあるし、めっちゃ嬉しい。今でもだから経営者というゲームデザイナーね。そうだわ、はい、一応その現場に身を置くように、うん、まあ、才能がどこにあるのかという話だと思うんですけど、あんまり経営にはね向いてないんで。そうなんだね、まあ、ちょっと我々は器用やと思うけど、で一回やっぱりあの失敗したりしてるんで、まあししね、そこからあの立ち直った時にはやっぱりちょっと変わりましたもん。あっ、まあ、変わりましたね、うん、やけどがひどかったですもん、まあ、お互いに。でもそれは復帰した人と復帰できなかった人って言います。もう復帰できなかったんですから、ね、そのままプス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 って17億の重しを積んだ船で僕沈んだわけですけど、重しを下ろしたんですから、もう一回自分で。いやいや、いろんな人に助けられましたよ。もちろんあの、はい、セガサミンの里見会長であるとか、はい、あの当時 あのソニーの草薙さんであるとか、はい、それとかもう今亡くなりましたけど CSK の大川さんとか、はい、でそうそうたるメンバーの、そう歴史の、ゲームの業界に歴史残し、歴史の名前残して、バンダイの杉浦会長とか、はい、そういう人らに助けられたんで、あの今日あるんで、そういう意味では、あの恵まれてますけど、ね、まあ、でも、そういう人たちに可愛がられてたんですもんね、その当時からちゃんと、うん、僕、嫌われてますもん。いや、あのね、嫌われてるっていうよりも、あの扱い方が難しいとは思われたと思う。あ、もう間違いないです。個性強すぎて。そうですね、うん、個性っていうんですかね、多分ね、嫌いな人はこの人はほんま嫌い。いや嫌いですよね、うん、はっきり言われますからね、率直すぎて。そうですね、剛速球しか投げれないですから、ね、丸なったよ昔は。丸くなった昔は。これでも昔より丸だった、うん、まあでももうあの業界のためにね、ちょっと違う視点であなたはいろんなことやろうとしてるんで、それはもうぜひ、うちはまあそんなに応援できないと思ってるけども、あの何かあってあのディープスがちょっとお手伝いできることあるんだったら、はい、さ、お金儲けじゃなくて、はい、うん、今あなたが今日聞いてちょっと感心したんやけど、それは素晴らしいことだなと思って、えらいよ、公益財団法人、うん、公益財団法人作ってね、はい、そのゲームデザイナー育てるっていうのはすごく向いてると。なるほど、うん、なかなかね、あの自分の意見を伝えることはできなかったので、公益財団法人先作って、でまあそこのホームページでも、まあ、僕の YouTube とかも貼ろうかなと思ってる。割とね、こう論理的にあの物事をこう考える方法でしょ。そう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 、僕なんかはね、どっちかというとすごく今でも直感に頼ってるところがあるんやけども、うん、ファーストインプレッションにすごく頼ってるんやけども、後で理屈でそれを追認するようなタイプ。あ、はいはいはい、なるほど。だあのインスピレーションを放置しない、うんうん、必ずそれを理屈でなんでそこに至ったら埋めるタイプなんやけども、後でこうリズムで行って、うん、
だからそういうタイプ向いてるんよね。感性がね豊かだったら一発パン入るんですけど、そこに行くのが大変なんですね僕らは。まあでもまあ地道に積み上げさせてもらって、ずっと感じるものをこう追っかけて、光は見えてるんですよ、うん、常に光は見えてて、その遠くに向いてるちっちゃい光を手繰り寄せるわけじゃなくて、自分が地道に一歩一歩進んでいって、うん、そこに行こうと思ってて、だから西山さんがさっき言われたのと同じで、日本のゲーム業界のその若手の伸びる目っていうのは、僕らが伸ばしてやらんとあかんやろと思ってて、はい、そのお手伝いがちょっともできるならと思って、これ素晴らしいです、ね、やらせてもらってるんですけど、なかなかね伝わらないんで、この YouTube の込み込みでなんとかこう伝えていけたらなと思って。最近本は書いてない？あ、書いてないです。書いてない、はい、書きましょうか。そうだね、どっかでね、まあ、でも YouTube でこう固まってしまう、うん、これも一つの方法ですよね。ブルーレイ、ブルーレイして全話あ、いいじゃないいやいや、活字にした方が伝わりやすいことってあるんですよね、うん、実はバーッと喋られても分かりにくいっていうのがあって、それも込みでなんか本とかも出してみようかなと思ってますよ、ね、思いました。今西尾さんに言われて話します、うん、もうちょっとね、話さないと薄くなるんで、うん、ちょっと分厚くしてから、そうなんとかにしようということで、リンプスの西山社長とですね、対談させていただきました。今日もありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ皆さん、今日はここまでになります。バイバイ。